はい、ありがとうございます。皆さんおはようございます。東大病院の神経内科という科で診療を行っております三井と申します。東大ではシーケンスの拠点がありまして、臨床診断で、大体年間1000はいかないですけど、数百のオーダーで、患者さんの解析をして、診断をなるべくお返しているという状況です。でこれまで、がんの先生方の場合はドライバーミューテーションとかそのいくつか重要なものがありますけれども、結構いっぱい変異が出てくるわけですけれども、あるいはその変異自体がヘテロでモザイクだったりするんですが、ジャームラインの場合はシンプルで、ヘテロかホモか3段階しかないわけですし、あと変異に関しても基本的には30億の中の1個だけ1箇所だけっていう、設定になります。で、年間数例でしたら頑張って目で見て、一生懸命判定すればいいんですけれども、数百になるとちょっとさすがにしんどいので多少こう自動的にやってくれないかなという検討をしてみたんですけれども、どの施設どの病気でもこれがいいっていうものは多分なくてですね、それぞれの施設の状況とか、あと、その病気の特徴とかマンパワーの問題とか、そういったもので、トレードオフになるのかなと思います。端的に言いますと絞り込みをすればするほど見逃しが増えてしまうし、見逃したくないということで広げれば広げるほど、面倒くさくなっちゃうという、そのバランスになると思います。で、うちも、エクソームで解析していますけれども、イメージとしては頻度が低いアミノ酸が変わるような変異、あとスプライシングの変異なんかがだいたい300個ぐらい出てきます。もちろんこれで病名見て検索して頑張ってもいいんですけれども、もうちょっと絞り込めないかなということで、やってみました。昨年度717例うちの科でエクソーム解析を行って、いるんですけれども、それの自動化をちょっと試してみました。で、見慣れないと思うんですけど病名ですね。で例えば形成椎麻痺っていうのは1個の病気ではなくて単なる症状です。足が突っ張って歩きづらいっていう症状なんですが、この、形成椎麻痺っていう病名がついてる遺伝子だけで80個ぐらいありますし、あとは他の病気の症状としてその形成椎麻痺が起こる場合もあるので、かなり、ヘテロな病気になります。あとまた後でちょっと言いますけど、その形成椎麻痺って言ってるけど、その小脳が働きが悪い、あるいはまた別の場所の働きが悪いっていうようなこともあって、その、医者がどの診断名をつけてるかっていうのはその患者さんの主訴だったり主な症状だったりするので、必ずしもその病名と遺伝診断が合わないというケースも結構あります。はい。で、やってみた話なんですけれども、一応プログラムである、自動化しました。エラークオリティが低いのは除いて、データベースから荒れる頻度が高いものも除いて、あとオーミムっていうデータベースからその神経の症状を起こすって書いてある遺伝子だけを抽出して、あとヘテロの病気の場合はかなり荒れる頻度を下げて、だいたい6個ぐらいに、絞りました。6個ぐらいなら目で見てもいいかなということで、あとはマニュアルで、この変異が既報告かどうか、これぐらい自動化できるんですけど、あとその報告がの内容ですね、患者さんで報告あるって書いてあっても、そのたった1例だけでその後全然報告がなくて、実は健常者でもそれなりにいたっていう例は結構あるので、ちょっと元の論文見直してみないと何とも言えない部分はあるんですが、この辺はちょっとマニュアルで、確認しました。あと臨床診断名が一致するかどうか、先ほど言ったように病名と必ずしもパラレルじゃない場合があるので、
そこはちょっとマニュアルが必要かなと思いました。で一応こういう基準を設けて判定したんですけども、別にこれに深い意味があるわけではなくて、恣意的以外の何者でもないんですが、まあ基報告で患者さんでそれなりに報告があったり、大家系で共分離が取れてれば、まあ、一応確実かなと。あとは、まあ、それより一段落ちるけれども、それなりの重み付けで判定しました。これが正しいかどうかっていうか、これの妥当性の検証っていうのはかなり難しいと思うんですけれども、まあ、いくつかACMG とか海外の学会でまあ、独自にガイドラインなんかを設定して、基準なんかを作っています。で、まあ、うちの基準でやったらこうだったというだけなんですが、717例の、まあ、主に神経の病気の患者さんに対して、一部自動化して一部マニュアルで目で見て、まあ、大体30% ぐらい、一応診断かなというものが出てきました。まあ、ディフィニットは確実だろうと思います。プロバブルも確実かなと思いますので、一応そこまで患者さんに返しています。ポッシブルはちょっと正直自信がないところもあるので、これは患者さんに返してなかったと思います。まあ、大体こんな感じでした。で、まあ、やってみて感じた点としては、自動化が難しい点としては、遺伝子によって変異の解釈が異なるって、何を言ってるかというと、すごい保存性が高くて、この遺伝子変異が起きたら絶対病気だよねっていう遺伝子もあれば、保存性がそれほどなくてですね、特定の変異だけ病気になるんだけど、あとは、健常者でもいっぱい出るみたいな遺伝子があるんですね。その辺がちょっとマニュアルでやったんですけれども、スコア化できないと難しいなと感じました。それから変異単独の情報だけでも、まあ限界があって、例えばその患者さん の画像とか臨床情報で、この病気の可能性がかなり高いと、この病気に特異的なものがあるという情報があると、まあ、事前隔離して言っていいのかどうかわからないんですけれども、それがかなり上がるわけですね。そうすると変異がポッシブル、プロバブルでもかなり確実っていうことになりますし、まあ、そういうちょっと変異だけの情報からは自動化できない問題があるということはあると思います。あと、3つ目が、先ほどちょっと申し上げたように、遺伝子についている病名ですね、オーミムっていう、まあ、データベースなんかで例えば ALS っていう筋縮性側索硬化症っていう病名がついてる遺伝子が、実は臨床では違う病名がついてた、臨床診断が違う病名がついてたと。割とその神経の病気なんかは特に症候がオーバーラップすることがあって、病名って非常に便利で、非常に短い情報で非常に多くのことを伝えてくれるんですけれども、ちょっとずれてしまうと修正が効かないという面があります。少し、その辺のお話ですけれども、まあ、先ほど申し上げたように遺伝子にその変異があった時のインパクトっていうのが遺伝子によってちょっと違う例です。例えばこれは有性遺伝性の筋縮性側索硬化症っていう、まあ、病気を起こす、遺伝子2つです。ALS1 っていうのと ALS4 ですね、それぞれ SOD1 っていう遺伝子とSETX セナタキシンという遺伝子がヘテロの変異で病気になるということが分かっています。ごめんなさい、見えないですね。SOD1 ってちょっとちっちゃい遺伝子で、セナタキシンはかなり巨大な遺伝子です。で、SOD1 は変異があればまず病気になるというぐらい保存性が高い遺伝子で、セナタキシンは結構レアバリアントがいっぱいあるんで、パラパラ出てきてもっていうことがあるんですけれども、見えないかもしれないですけど、なんかエグザックで検索しますと、ミスセンスの数に関して、まあ、遺伝子長とかからその、予想される数と、まあ、実際何十10万人で読んでミスセンスが出てきた観測された
変異の数でその Z スコアを取っていて、 SOD1 なんかはプラスの 2.3、 セナタキシンは逆にマイナス 1.8 ということですので、かなりその変異 の出方についても遺伝子差があると、まあ、これはなんかスコア化してちょっと重み付けができそうかなという気がするんですけれども、こういう例があります。あとこれはもうちょっとどうしようもないんですけれども、先ほど挙げましたように遺伝子についている病名と臨床診断が違う場合ですね、こちらのケースレポートは我々の施設が最近報告したんですけれども、ちょっとややこしいんですけど、脊髄小脳変性症っていう小脳の働きが悪くなっちゃう患者さんで、成人の患者さんなんですね。でエクソームしてみてなんだか分かんないけど、その代謝性の病気、子どもでしか報告がないすごい重篤な代謝性の病気 の新規の変異が、劣性の病気なんですけど2つ出てきて、でも全然臨床が違うよねっていうことで長らく持ってたんですけれども、その後、海外の施設から、こういう成人発症の脊髄小脳変性症でこの遺伝子が原因の人がいたっていうのが何例か続いて、でこの患者さんでもこれが原因だったんだっていう分かったケースです。こちらがその、病気で DBP っていう、プロテインの欠損症なんですけれども、これまでの知識では非常に重篤な病気でですね、もう 乳幼児期に亡くなってしまう、これはその生存曲線ですけれども、タイプ1という重篤な方だともう、1歳までいかないっていうぐらい重篤です。で、他の軽いタイプの方でも2歳3歳でもほとんど亡くなっちゃうという非常に重篤な病気として知られていたんですけれども、その遺伝子が、かなり違うフェノタイプ、成人まで、生きられて非常に特徴的な神経の症状を起こすということが分かって報告した、分かったって単にその他の施設も行ってきたので、これそうなんだって思っただけなんですけれども、こういう例もあるわけですね。はい、ですので繰り返しになりますけれども、マニュアルでやってやれないことはないんですけれども、少し抽出を自動化してみることで良かったことがいくつかあります。一つは、見逃しがどうも減ったということですね。一応各医者に任せてこの病気のこのデータで変異を探してって言って分担作業でしてたんですけれども、自動化でやり直してみると結構見逃してるものがあって、やっぱり、一定の基準で、候補だけは抽出しておいて、で少ない候補に関してしっかり専門家が見るっていうのは大事かなと思いました。それから、繰り返しになりますけれども、気泡ですごい確実な病原性変異で診断も病名も一致してればもう単純作業でこれっていうことでいいんですけれども、やっぱりちょっと微妙といいますか、一定程度はエキスパートの判断、それから、カルテまた見直して解釈をし直すということが必要なのかなと思いました。これも自動化できるとすごくいいんですけれども、あと、何度か繰り返しですけど病名の問題ですね。病名、先ほど申し上げたように何々病ってついてるといろんな臨床症状の情報がある意味含まれていて非常に効率がいいわけですけれども、ちょっとずれてしまうと候補から抜けてしまうところもあります。成人の病気だとそれほどでもないかもしれないんですけど、小児の病気ですとやっぱりなんとか病ってつけられないことも多いので、その症状とか所見ですねを標準化して、それを組み合わせて、絞り込むみたいなことができるとよりいいのかなと。前例でそれやる必要はないと思うんですけれども、
病名だけで当たらない場合はきちんとそういうことをしないと見逃してしまうことはあるかと思います。あと最後その DBP 欠損症で感じたこととしてはやっぱり拠点でデータ抱えてるとその一例変なのがいるけれども困ったなっていうのはやっぱり結構多くてですね、文献情報、もうパブリッシュされたものを見てまた見直して診断をつけるということは結構あるんですけれども、できたら拠点で臨床情報とから変異のデータ、それから各拠点で どんなふうに変異を判定しているかっていうパイプラインなり履歴なんかを共有すると、現場としてはかなり役に立つんじゃないかなと、思っております。すいません、ちょっと時間が余ったんであと、その変異の標準化に関しては ACMG っていうアメリカの学会が一応そのプロバブルだのポシブルだのパソジェニシティの判定基準を出していてでえらい複雑で一回我々もやってみたんですけどもう死ぬほど大変だったんで今あまり使ってないんですけれどもなんかそういうの自動化半自動化ですね一部マニュアルデータ入れなきゃいけないんですけれどもみたいなプログラムとかウェブサイトもあるので、今後はこういうのも使ってみようかなと、計画しております。はい、すいません。ちょっと短いです。以上です。どうもありがとうございました。